どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では北関東ブロックの群馬、栃木、茨城の2020年度の問31から問40までの過去問の解説を始めていきたいと思います。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問31番です。はい、こちらはですね、引き続き第1章に関する内容となりますので、皆さん大丈夫でしょうかね。点取り問題ですからね、頑張っていきましょうね。問31番、医療機関で治療を受けている人などに関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。3番ですね。まず A ですね、括弧に医療機関で治療を受けていたかどうかについてはですね、一般用薬の使用にあたって考慮する必要はない。そんなことありません。考慮をちゃんとしてください。なので、誤りで他は正解なので、こちら問31番、3番が正解となりました。はい、そして問32番、プラセボ効果に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番が正解です。はい、プラセボ効果に関してはよく試験にも出てきますので、抑えていただきたいところはたくさんございます。しっかりとテキスト、参考書などをですね、読み込んでください。そこのところ細かく出ますからね、頑張りましょうね。はい、では見ていきましょう。まず A、 プラセボ効果によってもたらせる反応や変化は不都合なものは含まれないとありますけど、有益なものもあればね、不都合なもの、副作用もですね含まれてきますから、 A 誤り、そして A、 B もそう、正解ですね。それから C もそうですね、このあたりもですねしっかりと確認していきましょうね。はい、ということで問32は5番が正解でした。次行きましょう。はい、では次問33番です。医薬品の品質に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、答えは1番が正解でした。はい、で、まず、違うところだけ見ていきますと、1番じゃないか。A が違いますよね。他は全部正解です。A、何が違うかというと、医薬品の外箱などに表示されている使用期限は、開封、未開封を問わず、医薬品の品質が保持される期間でありますよ、ということで、これは、問わずではないですよね。未開封状態だったらいいけど、開封状態はね、保証しませんので、このあたりですね。開封というところがね、誤りとなります。なので A は違いますね。ということで、こちら問33は1番が正解でした。はい、では次行きましょう。問34番です。一般用医薬品の定義に関する次の記述について、カッコ何入れるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えはですね、3番が正解ですね、3番。はい、こちら大丈夫でしょうか。一応ですね、一般用医薬品、内容上部上と見ていきますと、医薬品のうちその効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであってということで、そして薬剤師、その他の医薬関係者が提供された受容者の選択によりの受容者、ね、ここも大事なところなんでしっかりと確認していきましょうね。はい、そして、最後のところでは用紙同意薬品は除きますよという内容となりました。はい、ということでここ大丈夫でしょうか。名前よく聞かれてきますのでしっかりと覚えておきましょうね。はい、では次行きましょう。次は問35番です。一般用医薬の役割に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら全部正解の5番が正解となります。で、まあ、全部正解なんで、じゃあ次行きましょうと言いたいところなんですが、一応ね、細かいところちょっと確認していきましょう。まず、A、健康状態の自己検査、ね、こういった自己検査とかにもですね、一般用医薬の役割ありますし、それから、生活の質、QOL、クオリティオブライフの略なんですけど、それの改善向上、ね、あとは気をつけていただきたいのは D なんですよ。これと B と D の後半のところ気をつけてほしいんですね。D は健康の維持増進ってありますね。前のホワイトボードにちょっと書かせていただきました。ね、こちら、改善向上は、こちらの QOL、生活の質の方です。そして、維持増進に関しては健康に関するところなんで、ここをですね、試験ではたまに逆に引っ掛けてくることがあります。なので、例えば健康の改善向上とかね、なんか似たような感じなんですけど、いやらしいですよね。そんな問題出てくるかもしれませんのでね、皆さんね、そんなところもねしっかりと見といてあげてください。はい、そしてちょっと飛ばしました、 C のところなんですけど、生活習慣病などの疾病に伴う症状発言の
予防をって言ってますよね。はい、特にこの予防をというところ、ここをですね、例えば試験では治療をとかって聞いてくることもありますね。なので治療じゃないんだなというところをしっかりと確認しておきましょう。大丈夫でしょうか？ここをね、ちょっと難しいですよ。なのでね、全部正解なんだけど、あれここ引っ掛けてくるんじゃないかなとかっていうところでビクビクしながら問題解かなくちゃいけないので、しっかりと言葉のところを確認しておいてくださいね。はい、ということで問35番は5番が正解でした。はい、じゃあ次行きましょう。今度は問い36番です。適正な医薬品選択及び受診勧奨に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。5番ですね。A、B 正解、それから C。C は違いますね。高熱や激しい腹痛がある場合など、症状が重いとき、一般用医薬品を使用することは、一般用医薬品の役割に鑑みて適切な対応ではありません。病院行きましょうというところになっちゃいますから、適切ではございません。なので C は誤り。ということで問い36は5番が正解でした。はい、そして問い37からです。はい、皆さんここから大丈夫でしょうか？訴訟問題が出てきました。訴訟問題は毎年よく出てきますので、4つの訴訟、皆さんはね、覚えていただいていると思いますけど、その訴訟に関してこと細かく出てきますので、しっかりとここは確認していきましょうね。はい、では問い37、サリドマイド及びサリドマイド訴訟に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかという問題です。はい、こちら答えは5番が正解です。5番が正解です。はい。で、まず A ですね。サリドマイド製剤は解熱鎮痛成分ではありません。はい、こちら書かせていただきました。サリドマイド製剤は催眠鎮静成分として妊婦さんに、眠れない妊婦さんに使っちゃって、眠くなるなというね、こうに役立ってたんですけど、ただ、生まれてきた赤ちゃんがですね、手足がないとか耳などの先天異常が出ちゃったと、そんなところがね、この訴訟の内容となっております。はい、ということで、A はですね、解熱鎮痛成分ではなく催眠鎮静成分になりますので誤り。それから B、サリドマイドの血管進出を妨げる作用はサリドマイドの光学異性体のうち一方の異性体 S 体のみが有する作用であるため、もう一方の異性体 R 体のサリドマイドを分離して製剤化すれば再形成は避けることができる。そんなことはできないんですよ。なぜかというと、R 体だけを分離してもですね、体の中に入れると S 体にまた変わってしまうということがあったりなので、ここですね、避けることができません。なので B は誤り。はい、そして C、 我が国では当時の西ドイツの企業からサリドマイド製剤の再起形成について勧告が、届いた。その年のうちに出荷停止の措置が講じられたではありません。約1年後です。なのでその対応の遅さというのが問題視された。なので C は誤りとなります。そして D は正解ということで、問い37は5番が正解でした。大丈夫でしょうか？はい、じゃあ次行きましょう。問い38番です。スモン及びスモン訴訟に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかという問題です。はい、こちら答えは2番が正解でした。A は正解ですね。スモン訴訟、キノホルム製剤ですね。そして、亜急性脊髄視神経症。このあたりもですね、なんか引っ掛けてくんじゃないかなとかって思っちゃいますから、このね、特に、スモン訴訟、キノホルム製剤ですから、ちょっと前にも書かせていただきました。キノホルム製剤ですからね。そして、亜急性脊髄視神経症でしたね。はい。なので、その頭文字を取って、スモンというものだったと思います。はい。そして、A は正解ですよね。そして B、スモンの原因とされるキノホルム製剤は鎮痛剤ではありません。はい、成長剤になりますので、ここのところ間違えないようにしてくださいね。大丈夫でしょうか？はい、なので B 誤り。そして C は正解ですね。それぞれの症状ですね、成長剤なのでお腹に来るんですよ、最初の症状は。そして脊髄視神経症なので脊髄にやられちゃいます。だから下半身痺れてきちゃって、だんだん上半身痺れて、そして視神経症なので目の方がやられてきてしまうんですよ。なのでこういったところを気をつけておきましょうね。はい、ということで C は正解なので問い38は2番が正解でした。はい、次行きましょう。問い39番です。HIV 訴訟に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。
はい。まず A ですけど、HIV 訴訟は国及び医療機関を被告として、医療機関ではございません。これは製薬企業を被告として、国と製薬企業になっちゃいますので、A は誤り。そして B、HIV 訴訟の和解を踏まえて、国はですね、いろんな反省をしたんですよ。そして、したんですが、その後もサリドマイド、キノフォルムによる薬害が相次いで明らかとなった。これ違うんですよ。何かというと、サリドマイドと、それからキノホルムに関しては、こちらはですね、こっちの方が昔古いんですよ。その後に HIV の方が出ておりますので、なので、その後にね、サリドマイド、キノホルム出てるっていうのが違いますから、B は誤り。そして C は正解。なので、問39は4番が正解でした。大丈夫だったでしょうか？はい、じゃあ次行きましょう。問40番です。CJD に関する次の記述について、括弧に内に入れるべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、で、まずはですね、CJD はですね、これ、クロイズフェルト薬物病です。これは、タンパク質の一種、よく細菌ですか、ウイルスですかって引っ掛けてきますので、タンパク質の一種である、プリオンになりますね。ヘパリンはヘパリン類似物質っていうのが第3章の医薬品のところで出てきますよね。なのでここプリオンというところですね、大丈夫でしょうか。はい。そして、牛乾燥、牛なのかな、人なのかなと思っちゃいますけど、人乾燥硬膜なので、ここ間違えないようにしておいてくださいね。はい。ということで、問40は2番が正解となりました。はい。ということで、皆さんここまで大丈夫だったでしょうか。第1章はですね、特に点数を稼ぐところとして重要です。そして最後の訴訟に関するところはですね、ここはよくいろんな引っ掛け問題が出てきますので、十分に気をつけておいてくださいね。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方は、ぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、下の概要欄に、入れておりますので、登録していただきますと、試験情報、あとは医師会に質問などもできますので、無料ですので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい。ということで、本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。